12月3日金曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二のオッケー康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です日本放送飯田康二のオッケー康二アップこの後8時まで生放送です えー、今日もも、ね、長官各紙が入ってまいりましたが、これ、昨日の長官の一面と見比べると、ですね、うん、いや、こんなに変わるのかって、全く反対のことが書いてあるぞというね、はいねえー、これ、あの昨日夕方、辛坊二郎さんが長官とい勇敢で全然違いじゃないかっていうふうにおっしゃってたんですが、<laughs> 全く同じことが起こってると、はいえー、今日の一面各紙日本便の予約停止、要請撤回、えー、国際線予約停止を撤回。 ねえー、昨日は国際線予約停止、日本便予約停止というふうに出ていたんで、なんのこっちゃというような感じに、ねえー、なるなという感じであります、まあ、後ほどこれについてはね、えー、今日のコメンテーターの宮家邦彦さんにじっくりと解説いただこうと思っておりますが、はい、昨日あの予約停止要請というのが出た時に、ね、ねうん、あの番組のスタッフとです、ねえー、話してたんですが、12月に入ったということで、そうなるとです、ね、いよいよですね、 えー、クリスマスマが近づいてくると、えーうん、そうすると、まああのー、サンタさんが、ねえー、どうなるっていうところで、まあ、子供っていうのは突拍子もないことを聞いてくるんでこういうニュースを聞かせるとですねえー、じゃあサンタさんは日本に入れなくなるの <laughs> というようなですねそうです質問をしないとも限らないと。 確かにそうなんですよ<え>であそうだよねどうしようかみたいなです、ね、話でいやでもこれ予約新規の予約ができないってことだけどいや<あ>サンタさんはちょっと前から予約してるから大丈夫なんじゃないかなとかいうような話でいやでもちょっと待ってよとその前に出ている水際対策によって、はい、サンタさんもこれひょっとしたら国籍によってこう切り分けが起こるんじゃないかとか。 あのサンタさんを元にするですね、さまざまなシミュレーションというのが頭をよぎって。みんなで議論をしていたんですが、晴れて撤回ということになりましたんで。そうですね。そうですよいや、総理。はい、サンタさんの入国、どうなるんですか。まさにですね、サンタさんに関しては。は、子もたちの夢と、希望と,と、おいうところを鑑み。入国を可能とすることを決定いたしました。ただし。日本国籍のサンタさんに限るということで。 あります私は以上です。<laughs> ということなんですかねおそらくそうなるんじゃないかなというですね恐 <laughs> らくは。ということはフィ,ンフィンランドに勤めている日本国籍のサンタさんが応援に駆けつけることはできるっていうことまさにおっしゃる通り <laughs> だと思います。<laughs> 多分ねなるほどなるほどだからあのパラダイス山本さんは入国できるわけだよ。<laughs> 公認サンタさんですからサンタ資格持ってますか持ってますもんねそうですよねただまあそれ以外だとまああただねそれであっても登場前72時間以内かな PCR 検査の陽性そして陰性あ陰性ごめんなさい PCR 検査の陰性そして検温をすると検温に関してはおそらくなんだけどあの家々に入るですね煙突の前で検温が必要になるんじゃないかなそれぞれの家に入る前に検温してあとアルコール 消毒しででまあちょっとあのマスクはしていただきたいんだけどもそれをひげの上からするか下からするかみたいな問題がね。 生じるんではないかというですね。確かにそうですよね。サンタさんもそう考えると大変ですよね。いや、そうそうそう、そしてね、トナカイ問題というのもまた発生しますから。トナカイ問題。いや、動物を返しの感染というものを考えると、トナカイは外でまたしておくのか。そうか。トナカイをマスクさせるのかとかなんだかどんどん夢がななくる話になって。いや、でも、私振り返ると、自分が子供の頃に、そのサンタさんいろんな家もあって、大変だろうなと思って、ツリーの下。 に、あの麦茶を入れて、で、あの、ありがとうございますってメッセージ書いて、ツリーの下に置いておいたんですよ。マジか。はい。や、ちょっと、なんか、あのエアコンの整備にした工事業者さんに、どうぞって出したみたいな。いや、うちは、あの、その麦茶作り置きするので、冬でも麦茶派なんですよ。なるほど。なので、その麦茶入れてありがとうございましたって、こう、置いてたんです。そしたら、次の日、その麦茶なくなってたんですよ。飲んだんですよ、サンタさんは、飲んでくださったんですよ。 いやありがたたかったんだろうねそういういう、ね、ぎらいをこうツリーの下に何か置いておくというのもいいかもしれないですね今回ね。じゃあなんだろうね貝の不織布のマスクでも置いとくか。はあ いい加減ベシャベシャなってきたでしょっつってね,ね家まで来てくれてありがとうってとか何でしょうカイロとか <laughs> 何がいいんですかねいやカイロは大丈夫でしょうかだってあの向こうの寒いところに住んでらるとかそ,うかそうですよね <laughs> 何の話してんだって、ね、<laughs> <laughs> でも子供は本当突拍子もないことを聞くからねいやでもそねこういうのも準備してもらえないと、うん、確かにそうですそうです<ー> あなたの声を届けますリスナーズオオピニオン皆さんニュース詳しいですね、さとちゃんさんツイッターでいただきました残念ながらサンタ様は来ませんという書き込みとともに。はいえー ニュースのですね、えー、リツイートをしてくれているんですが、うん、共同通信が12月1日の夜に報じておりました公認サンタ来日見送りコロナ影響2年連続<ー>、えー、フィンランドの財団が公認したサンタクロースの来日が新型コロナの影響で見送られることが1日フィンランド航空への取材で分かった。えーえー フィンランド航空がフィンエアがですね、えー、クリスマスシーズンに合わせて日本に毎年招待をしていたたう,うだったんですねまさにこれはですね、えーまあ、フィンランド国籍のサンタさんは来日ができないということであ,<ー>、えー、ありまして、はい、日本国籍のサンタさんあるいはこう日本のですね、えー、きちっとこう支部で、うん、日本国内で活動している人に関しては全く問題がないということですで。ので、はい <え>大丈夫です。みんなの家に来ますよ。そうだよ。麦茶用意しましょう。いや、麦茶じゃなくてもいいから。<laughs> <laughs> えー、ということで、情報ありがとうございます。え、今日のコメンテーターは外交評論家で内閣官房さんよ。三宅邦彦さんです。六時半ごろからご登場。まずは女子テニス協会が中国でのすべての大会を中止にしたというニュースについて。えー、そして、次第ですが、えー 政府が国際線の予約停止撤回というニュース、えー、そしてオペックプラスの会合が行われておりました原油の増産計画維持を決定、えー、そして中国が安倍元総理の台湾をめぐる発言に抗議をしたというニュース、まあ、その抗議に対してですね垂水駐日大使駐中,中国駐北京の日本大使は、えー、反論をしたというか説明をしたというか、えー、そういったことにもなっております。えー、そしてて民主主義サミットについて来週 いいよいよ開催、えー、そして人権外交についても聞いていきましょう。 ここが気になるのコーナーですスタジオ長官各市が入ってまいりましたあーオープニングでもねご紹介した通り、えー、国際線の日本への帰国する便の予約をまあ、一時停止するように要請をしていたというまあ、国土交通省というか航空局というか、えー、その要請を取りやめるという風うに通知をしたというニュースがあー各市一面トップであります、えー、日経を除いた5氏が一面トップとなっております、えー、まあ、これについてはね。えー 後ほど宮国子さんととままた深めていいこうと思います、えー、そして、えー、私、気になったところではですねまずう、朝日は一面のその予約停止撤回の下にある記事なんですが鉄道にカメラ義務化検討国交省新規の車両新幹線も想定と、えー、いうことで、まあ、あの鉄道の車両内で、ねえー、乗客が襲われるという事件が相次いだことを受けて、えー、防犯カメラ設置を,を義務化する方向で検討していることが 関係者の話で分かったということであります。まあすでに一部の列車、まあ会社によるという感じではあるんですけれども、もうすでについていると。 いうこことでまあこれ関係省令をね改正して車、えー、内の防犯に関する基準を新設することなどを検討するということなんですがうんまあ、これをですねまああの防犯カメラというか監視カメラというかみたいなところでもこうスタンスはね、えー、分かれてくるところではあると思います、まあこれだけさまざまなことが起こってきているということでまあ、国交省としても何らか対応してるぞっていうところをこう見せなきゃいけないんだろうと、えー、いう,ふうには思うんですがただね、ねこれ新 建造者に必ずこう義務付けっていうことになるといやそれこそあのこれから先納入される地方のローカル線とかでもじゃあつけるのかみたいな話にはなっていくしそのためのコストどうするんだという,う話をどうするかっていうところはですね考えなきゃいけない、えーまあ、それ以外にもねえー、まあ防確かに防犯カメラの一定のそのお 有用性みたいなものってのは当然あるだろうし、まあ、その後何かが起こった後との捜、ね、査、えー、だとかその部分では非常にこう役に立つということはありますがじゃあ防犯カメラ監視中っていうシールを貼ることによってどれだけ抑止効果があるのかっていうのは非常にこれはまあ微妙なところでもあると。まあ、特に新幹線なんか を考えるとじゃあ手荷物検査の話とか、まあ、別のところは全部、えー、これで里山になってしまうのかというようなことも思うところでありますしまたこれだけそのスマホなどがこう広まってきているっていうことも併せて考えるとあの他の方法もあるんじゃないかなというのは、ね、素朴に思うところでありますが、えーまあ、あ安全対策の底上げを図る考えだとうどうなんだろうなというのはね、えー 思うところでありますそれこそあの航空機なんかの場合はエアマーシャルといって、えー、捜査員というかがあの実際乗り込んで何で、ね、かあった時には対処するというようなことを、まあ、日本じゃないですけれども例えばアメリカなんかではやっていると、えーまあ、日本でも、ね、新幹線の中で警備員さんがこう巡回しているというような、えー、ことはあったりもしますし、まあ、もちろん、ね、その丸腰の警備員さんでどこまでっていうのはあるわけですけれどもそうは言っても直接こう見える形での警備っていうのは まあかなりそ、えー、それはそれでこう抑止力にはなるとで、あのー、日本ではできませんけれども諸外国の空港なんかだとそれこそねあの小銃を持ってこう歩き回って警備をしている人がいたりとかするっていうのも当たり前の光景としてあると、まあ、こういったことがもう見せる警備の抑止力というのが、まあ、車両の中だけじゃなくって、えー、大規模なターミナル駅では あ,のあり得るのかとかですね、あのー、これいろんな方法が検討できることなんじゃないかなというのは非常に思うところであります、えー、それから先ほど新業アナウンサーも読んでくれましたけれども連合の吉野会長が4%の賃上げというのを、まああ いったというニュースが出てきております。まあベースアップ2%程度を求める、えー、そしてまあこのお定期昇給分と合わせて4%程度の賃上げを目指すというところであります。で、あのー、ベアに関しては確かにこういうことをやるとその消費に直接効いてくると一時金で報いるとそれはあの結構お貯金に回ってしまうけれどもベースアップでまあ手取りの日々ひびひびというか月々の給料が上がってくるとあじゃあちょっと余裕が出たから 使おうというようなことにもなっていくと、えー、いうことはまあこれ経済学者の中でもそういう研究をされてる方は結構いっぱいいらっしゃって、えー、そういうことが言われておりますんでまあこれねあのー ぜひ進めていただきたいというか、もう完成春闘とかなんだとかですね、別にあの我々にとっては関係ないんで、上がってくれりゃなんだっていいよっていう話はええあるんですけれども、まあ、他方ですね、結構、経営側に気を使って、えー、今まで定期昇給だとか、ベースアップだとかっていうのを一切こうやってこなかったというか、要求もしてこなかったっていうような、えー、その歴史の部分っていうのはあの、きちんと総括をしていただきたいよなと、まあ、それによってですね、えーまあ、ベースアップを、 ね、ガンガンやって、えー、やり終わった後の世代の人たちはいいですけれども若い人たちが相対的にこれ幸せ食っただろうがとでその若い人たちがもはや若くもなくなってるだろうと、まあ、そして、えー、非正規労働者等々の話っていうのを、まあ、連合というか労働組合というかどこまで今まで包摂できてきたのかというようなところもですね、えー、合わせて考えなければいけないんだろうなとふと思いましたここが気になるでした。 この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます、えー、今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんですおはようございますよろしくお願いしますさあ,あ今日この時間は昨日速報が入ってきました、はい、女子テニス協会が中国でのすべての大会を中止するというニュースについてであります、うんはい、まあこれは、はい なるほどねという感じですよね。まあ二つ理由があると思うんですけども、一、はい、つはおそらくまあ直接面識はないですけども、ええ、サイモンさん、シオですね。はい、おそらく人権意識の非常に強い。 人なんですよね、まあ、あのアメリカにもいろんなんあの企業経営者も含めてね、はいえー、共和党系の人よりもいれば民主党系の人もいるこの人は民主党かどうか知らないけれどもおそらく人権意識は非常に強いんだと思いますねですからこの問題について非常に、えー、なんていうかな強く懸念をしたんだろうと思います。まずそそれがあるんですよねねね、はい、ただもう一つはお、ね、らく、ね ビジネスの問題だと思いますね、あのー、これ IOC とどこが違うかっていうと、はい、IOC は中国でものすごく大きないろんなあの活動をするわけで、ね、そこには大きなビジネスもあるわけですよね、はい、あのーえー、女,子女子テニス協会がですねどのくらいビジネスを持ってるか知らないけれども、えーうん、おそらくそんなに大したことないんだろうと思う,うだであれば少なくとも IOC との違いはそこですよね、はい、だとするとやはりビジネスの利益と、うん それから人権の意識と、それのバランスをどう取るかというふうに考えると、そ、はい、らく彼の場合には、あのそこまで、えー、踏み切れた。 中止大会を中止することを踏み切れるだけの何らかの理由があったんだろうなと思いますうん、まあ、なんか9つぐらい大会が中国の国内であるということではあったけれども、まあ、でも、やっぱここは中止にするしかない、ね、なんかリスクがあったような、ね、話を声明の中では、えーまあ、それは直接のリスクがあるかどうか分かりませんけれどもやはり今のアメリカの国内での中国に対するイメージ等々を考えるとね、えー、おそらくここでや、 やるメリットとそれから中止するメリットメリットがあるかどうかしませんけど中止することによって、えーまあ、ある程度おお新しいちがう違うなんていうかね意識問題意識をこう提供するという意味ではおそらく。 中の方を選んんだだろうと思いまこれは各これから似たようなことがねこれからも起きると思いますけども典型例が IOC の会長さんがまたあれでしょ2度目のテレビ会談やったって言うんでしょやったんだったらしゃぶった内容全部出せよとそしたら分かりますからどういうふうに感じで言ってるかねそれを出さないってことを見るとああどうも人権意識よりもねビジネスのほうが大きいやな と思ううわですから、その意味ではあのおそらく各組織によって対応は異なるかもしれないけど、はい、全体の流れとしては中国に厳しくなっているとは思いますうんこれ、IOC がまあそれだけこういろいろやってくるとある意味、焦りもあるのかなというふうふにも見えますがやっぱりそこはあのアメリカやイギリスオーストラリアなどが外交的ボイコットをするぞとかっていう。う 中国側あるいは IOC そのものが北京オリンピックに関してっていうところやっぱりあるわけですかお客さんですしね、ある意味ではね。ですから、うん、その意味では IOC の発想は、はいまあ、WTA でしたっけうんうんそうですねはい女子選手とは若干違うかなと思いますけどね、はい、北京冬季オリンピックはどうなっていきそうですか。 ね、まあ粛々とやると思いますよ、中国はだって、メンツがかかかってますからねうん、えー、あ日本でもある意味ではメンツがかかってた部分があるけれども、はい、まあ日本の場合にはそのコロナの問題だったけど、今回の場合にはコロナプラス、えーうん、この人権というふうになってくるんで、はい、彼らとしては確かに焦りはあるかもしれません。うんからもう一つ大事なことははい、その彼らはその国内で、えー あのすごいだろうとこんな北京オリンピックやったぞと言えりゃいいんでねうん別に何外交ボイコット、えー、あそうと。 来ないのじゃあ来なくたって別に構わない「やうちさんプーチンさん来るからいいよ」とそれはハリウッドのね何たかあの成人派だからスターを呼んでく来ない来ないしょうがないじゃあ悪役呼んでくるかと悪役だって何人か揃えばね結構わっと絵になるじゃないですかだから要するに彼らとしては国内的にどうやって説明できるかっていうことが一番の関心でそれは説明できるんだったら悪役でもない。 何でもいいんじゃないんですかと。<ー>言い過ぎたかな。<laughs> えー、まずはあ女子テニス協会の話、まあそこから北京オリンピックというところをお話しいただきました。今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房参議宮家邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。 えー、このあと7時頭ですが、えー、今日の、ね、新聞の各紙一面にもなってますがあ日本への帰国便に関しての予約停止要請を撤回というニュースを取り上げますが海外から聞いてらっしゃる方から結構メールをいただきます、はいえー、こちらペンネーム、スシさんオーストラリアから聞いてますと,とますゴールドコーストにいらっしゃる方<ー>、えー、日本の在住者は学校の休暇に合わせて年末年始に帰国する人が多いんですと。 あえー、日本からのあ海外からの日本入国規制に関してビックリですすでにチケットを取っている人は帰国できてまだチケットを取っていない人は帰国できないということになると日本人の在住者は混乱して大変なことになると思いますと、えー、日本人でもオーストラリアのパスポートを持っていて、えー、日本のパスポートが切れているという人もたくさんいるんですこれって外国人扱いされて入国拒否なんですかねとパスポートは切れてるんだったらそれはあの臨時の出してもらえばいいんじゃないですか。おそそらくそうですよね となりますよね。うん、まああのそうなるとシドニーだとかあるいはキャメラに行かないとってことですか。うもう大混乱になってると思いますよ。うち、ん、の妹もねニューヨークから帰ってくるんだけど、もう本当にどうなるんだって感じ。<ー>私に聞かれても困るんだけどね。ですからよくお気持ちはよくわかります。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。 ラジオのの放送、飯田浩二の OK! コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香織さん日本の歴史や文化を研究されている白駒ひとみさん登場です 今週のテーマは歴史を学ぶことの大切さです。週末もぜひチェックしてください。最初のニュースはこちらです。政府が国際線の予約停止を撤回、 政府はきのう新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株への水際強化策に関して国内外の航空会社に対する日本着の国際便の新規予約停止要請を撤回しました海外の日本人駐在員や出張者らが年末年始に帰国できなくなる影響の大きさを考慮したためで入国者数の制限は継続するとのことです三家さんこれあの なんか経緯とかがいろいろこう出てきてます。はい、その中で最初に航空局が決めたもので、うん、えー、後から事後報告があってというようなことが言われています、はい、あのね、まあ昔の経験で私の個人的な経験ですから、あのそれが一般化されるかどうかわかんないけども、はい、やっぱりあやっぱりねって感じなんですよね。やっぱりねって感じ。あ,あのでもただね今回はおそらく。うんうん 岸田政権としてできるだけ早くね、迅速にやるというのがモットーで、はい、実際、それ、政治責任とって、政治リスクを取ってね、はい、でちゃんとやってるわけですよ。私の責任だと言ってましたから、ねうん、それは立派なんです、だけども、うん、じゃあ、それをあの下に下ろすとどうなるかっていうと、はい、やっぱり早くないかんと、ありますよね、それまではいいんだけど、はい、じゃあ、そこでその外国から帰ってくる日本人のことも。 含めて考えると、それはあのーー若干遅れるかもしれないと、そうすると、まあやっちまえというふうになるまあ航空局ですから、航空行政についてはもう圧倒的な権限と、それから経験を持っているわけですから、彼らがそらく良かれと思ってやったんだろうとは思います。ただね、それはあくまでも役人の世界のきょ航空局の中の世界であって、それがどの程度情報が共有されていたかとなると、それは本当はやっぱり、この外国 日本人じゃなくて、はい、日本人が帰ってくるというふうになったときにはね、これはやっぱり政治判断なんですよ。はい、そのの政治判断の部分については私がもし 担当者であれば、一言大臣には入れますよ。政治のレベルには入れとく。入れといて、それで了解取っていかないと、危なくて。ね、こういうふうになる、に決まってるんだから。それをね、やっぱ省いたんだろうと思います。ですから、あの政治のレベルの下からしたら、何やってんだと。勝手に。びっくりした、びっくりしたと思いますよ。逆にいうと、航空局って、そのぐらい権限。もの権限強いでしょうん、いい意味でも。 そうでない意味でも僕もいろいろやったけどやっぱり言えば航空会社とかも含めてそのあも圧倒的強いです私ある国と航空協定結んだのがもう何十年も前の話ですけどねその時ももう彼航空局の言う通りにしか交渉できないのあえそうなんですねすごい強いですよでもフロントで交渉するのはん外務省なんだけどこれはダメこれダメこれだけこれだけで交渉しろって言われたらあ大変ですよねじゃ手元に裁量ないんですかですった はあうん、でも、まあ、それはそれでいいんですよ、いいんだけども、こういう時にはね、迅速さも大事なんだけれども、はい、政治的なリパーカッションっていうのを常に考えると。 そしたらば、あの、やっぱりリスクがあり、あり得るんであればね、はい、保険をかける。それがあの政治家に説明するってことなんですよね。その時間を惜しんだのが残念だったんですけど、こういうことになっちゃったのかなと思います。なるほど。土壌はしますけどね。うん。まあ、外国からの外国人に関しての水際対策の部分はすでに前にあって。えー、この措置って完全に日本へ帰ってくる日本人をどう止めるか。<う>で、水際じゃ止められないから、じゃあ、予約の段階。 そういうと時に日本人と外国人を区別しなかったんだと思うんですよね。えー、だけどもまあ前回もみたいなことがあってじゃあ日本人の奥さんを持っているアメリカ人が帰ってこれないとかね、はい、いろんなことがあったわけですがいわゆる特段の事情といわれてそうそう,そうだからそこは難しいところで、うん、それをいちいちやってたら時間かかってしょうがないということはあるかもしれません、はい、ですから同情はするんですが、うんうん、もう少しう、ね、まくやり方があったかなという気がします。うん、その辺の辺政治反応 判断っていうのはまさにでそこの部分というのはやっぱり主権の束背負ってる政治家じゃないと判断ができないところそうそれで逆に言うと下の人間もそこの部分はあの自分で判断できないときには早く上に上げてそして了解もらっておくとそしたらちゃんと責任を取ってくれるから。 うんね、こういう形になるとやっぱりああ、やっちゃったっていう感じになりますよね。若干どうですか、力の過信みたいなものっていうのもそうは思いたくないですねあの、よくやってるとは思うんですけれども、やっぱりこういうエアポケットが時々、クライシスの中ではありますから、まあやっぱり気をつけていただかなきゃいか、ね、んなるほど。おはようニューースネットワークではこの時間、取り上げるニュース、こちらです。 オペックプラス原油の増産計画の維持を決定。 オペック石油輸出国機構とロシアなど非加盟国の産油国で作る OPEC プラスは2日現在の原油増産計画を来年1月も維持すると発表しました新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の感染拡大による世界経済の減速懸念から原油価格は下落傾向にありますが当面影響を見極める必要があると判断した模様です 増産のペースを維持というふうふに出てますが、うん、だからそれ以上ペースを上げる気はないつまりようやく石油価格がまた上がってきたところでうん、うんね、これであのオミクロンで,です、ね、またこう収縮しちゃったら困るんで、えーはい、やっぱりこれは今のままでいくべということなんですよね。うんうん、で、まあ、大きな流れを私なりに理解してることを申し上げると、はい、まあトランプ政権の時代には。うんうん 温暖化のもの知らねえよとシェルガス オイルやっちゃえ、どんどん増産だとなら、供給増えますから、値段下がるわけですよね、それで産油国困っちゃったわけでしょ、ところがバイデンさんになったらね、あれと全然逆だと、要するに温暖化、これ大変だと、これからも厳しくやらないか、シェールガス、そんなもん制限だと、だから供給下がりますから、それでまたコロナがね、もしかしたら終わるんちゃうかと、また経済頑張らなあかんだとなると、需要が上向きになってくる、それでバーンと上がってきたわけですよね。その後オミクロン どうなるかは別として、そ,ねはい、そのような状況で今、アメリカでは一番困っているのはインフレですよね。うん、石油の値段だけじゃなくて、まあ サプライチェーンの問題もあるし、それから労働力不足で、賃金も上がってますし、これ、なんとかしないとね、バイデンさんは次の中間選挙危ないわけですよ。必死なんだけども、それでまあ、オペックにいろいろね、頼んでもいいよと聞いてくれないわけですよ、今申し上げた通りね。あら、値段上がってるときに、何度下げなきかんと、お前、下がったときに全然助けてくれなかったじゃねえかと、そうですよね、先物マイナスなんていう値段になったりしますね。はい をね、をこれを少しやる、やるったってさ、数日分やったところで。うん、おそらく、あの、マーケットにはほとんど大きな効果はない。ただメッセージにはなると。<始>メッセージにはなるわけですね。要するに、もう、あれだ、中国も入って、あれだぞと、みんなで、うんうん、あの、メッセージで送って、も女さん上げるなよと言ってるわけですけど。そんなもん、汚いですよ。うんうん、ですから、まあ、残念ながら、このオペックプラス、現状維持ということではありますけれども。はい。う、小被告の側からすれば、その、思ったような、ん。 私の増産が進まないと,、うん、うということは当面もしかしたらうん原油価格は高止まりあ<ー>になる可能性があるかなという感じを持ってますけどね。 足元 WTI 原油、まあ、アメリカのニューヨークの市場ですが、1バレルあたり67ドル43セント、ああでうん、北海ブレントが70ドル44セント、一ところ、ねうん、80ドル超えたところからはちょっと下がったけど、うん、でもこれ以上は下がっていかないって感じですよね、うん、あこれを、まあ、とりあえず、この辺で止まることを考えているんだろうと思いますね。えーうん、で様子見ですよ 様子見、うん。結局、あの、オミクロンがどの程度拡大するかによって。はい。また戦略を塗り直すことはあるかもしれません。うんえー、では、続いてのニュース、こちらのニュースです。中国が安倍元総理の台湾をめぐる発言に抗議。 安倍元総理大臣が台湾の有事は日本の有事だすなわち日米同盟の有事でもあると、えーまあ、台湾のシンクタンクが主催したシンポジウムの中で述べたことに関して、えー、中国外務省の賀春英外務次官補が今月1日夜タ垂ヒレオ駐中国大使と緊急会談し厳重な申し入れを行ったと発表しました日本の大使館によりますとタルミ氏は台湾をめぐり日本国内にこうした考えがあることを中国として理解する必要 必要があると反論したということです。まあ、この歌手演氏は極端に誤った言論で中国国、中国内政に乱暴に干渉し。台湾独立勢力を強硬に後押ししたというふうに。何を言うてんねんと。何を言ってんねんと。何が悪いんだと。何が悪いんだと。あの、タルミさんの言う通りでね。はい。こういう考え方はの当たり前で、中国として理解しなきゃいかん,んですよ。うん、これね、うん、実はあのジャパンタイムスにね。おお。はい。このことを。 たまたま書いたんですよね。そしたらね、今朝、アメリカからメールが来ましてね、よく言ったと。知ってるか、お前。あの、アメリカじゃな、あの、安倍さんの発言は、日本はこれから中国と大戦争やって言って大騒ぎになってると。そういうふうに、そういうふうに一部ではね、おそらく中国のプロパガンダが入ってるんだろうと思うんですけども、あんまりあんまりよくないぞって言われたけど、私が書いたのは、要はあのね、 まず別に中華民国とか、ね、独立とか言ってるわけじゃないと、うんはいね、そしてもし中国が万が一ですよ、うん、台湾にあの兵を送るってことになりゃ、うん、もし完全に制圧しようと思ったらそりゃ与那国島1 1 0キロしか離れてないんだし必ず日本に影響が及ぶ、うん、そして米軍に対しても攻撃するかもしれないとなれば、まあ、当然安保条約5条の世界になるわけですよ。はい、な,んのなんの新しいことはないわけでそれを何を言うてるんですかと。 うん、僕はあの心臓荒れずノーナンセンスメッセージ、うんですね、ナンセンスじゃない真面目なメッセージだと北京に対すると書いたんだけど、はい、まあ,あの珍しい口の悪い人が褒めてくれましたよアメリカ人がね。だけど、うん、それは僕が言いたいたののはその、はい こういう形で、えー、情報戦やってるわけですよね。<ー>これもあの一つの<ー>あの情報戦で、えー、中国がもし本当に台湾に対して何かしようと思うんだったら、うん、そんなことしたらこういうことになるかもしれないんだということを伝えて、はい、それであの抑止をするわけですよ。<ー>それをあの安倍さんやってるわけですよね。んうんあのそういう意味では、うん、あのよくぞ反論しましたと大使もね。大使も、えー、これでいいと思いますけどね。うんまあある意味客観的なこう事実を並べて こうなってるんだから当然こうなるよねっていうのを話し,たりしないそい可能性があるっていうことを伝えてるだけですから別に見新しいことではないんで、うん、戦争なんか始まるわけはないんですよね。始、うん、始めめるるとししては中国側から始めるでしょう あまあ、この、ね、スピーチの中ではそういったこう軍事的な、まあ、ある意味の冒険主義的なことをすると経済の方に影響が出るよという話をそれは自殺行為になりますよと、ええ、そのの通りじゃないですか、うん、だってそれで経済制裁く食らったら中国の経済は終わりますようん、うん、それでもやるんですかとうん、うん、それは何がいけないのかよくわからないですね。うんうん じゃあその、台湾の独立云々とかいうこともいろいろ中国側は言ってきますけれども今の蔡英文政権だって独立は言ってないんですよね。んですから、その意味で私が書いたのはの安倍さんの発言というのも、はい、その日中共同声明の枠から全然離れてないですよねで。その意味ではあのー、やっぱり、はい、効果的な一手だったんでしょうな。 ですから中国からすればあの非常に嫌なところをついてきてそしてあの北京オリンピックもあるし苛立ってるなという感じはしますねでもこの72年のラインから一歩もはみ出していないというあのスピーチというのはそういう意味では相当練り上げられたものが出てきている安倍さんの持論だと思いますけれどもあの私もそこは理解しているつもりですが、しかしまあそれはねあの中国にとっては痛いところなんだと思います うんそれ彼ら一番分かってるのは実際に手を出したらば、まあ、えらい目に遭うとそれで失敗でもしようもんなら大変なことになるってことは一番理解しているのは習近平さんご自身だと思いますあでもそれこそ三宅さんあの日本武道の、ねえー、番組の中でおっしゃってましたが国内の目が気になると、うん、オリンピックだって大成功させなきゃいけない国内の目だとそこの部分で押し出されるかもしれないみたいなところあるんですか失敗する 行かないですからね<ー>失敗するんだったら中止っていかないでしょオリンピックは、うん、その意味では非常に、うん、あのキリキリ苛立っている頃だと私は思いますね七、えー、時二十八分です今朝のコメンテーターは外交評論家内閣官房さんよ三宅邦彦さんです引き続きよろしくお願いします,しいします続いて教えてニュースキーワードです民主主義サミット アメリカのバイデン大統領は今月9日と10日の2日間民主主義国の首脳などが参加する民主主義サミットをオンライン形式で初めて開催する予定です日本やヨーロッパ各国などおよそ110の国と地域が招待されていますがアメリカが専制主義国家と位置づける中国やロシアは含まれておりませんこの民主主義サミット開催についてロシア外務省は1日声明を発表し民主主義の道しるるべべにはなれないしなれいきでは ないと批判しております。ということシンガポールとかも入っていないというと、ねうん、シンガポールはちょっと違いますからねトルコンも確か入ってないんじゃないかなトコあでもねロシアにね民主主義の道しるべにはなれない、はい、そんなことをお前に言われたくねえよと,とちょっと待ってよと言うんだったらもう少しねと言いたいとこですね。う まあ要するにアメリカにとってはあの人たちは非常に単純な人たちが多いから<ー>全部が全部そうだったんじゃないけどつ体、うん、世の中はグッドガイズとバッドガイズしかいないわけですよ。<ー>うん、なるほどいいでグッドガイズは民主主義の110カ国ね。でバッドガイズが。 ちなみに110国の国と地域の中の地域ってこれ台湾が入ってますからねなるほどうんだけ誰がグッドで誰がバッドかってこれほど分かりやすい人たちいないよねなるほどセミ世の中そんな単純じゃないからねちょっと待ってよとだってロシアだって一応民主主義ってか民主主義かどうか知らないけど選挙はやってんだからはいねっ適齢者とはいえですよそれからシンガポールだってちゃんと自由はありますよ政権を批判する以外の のことは、ね、<laughs> いですからその意味ではねなかなか線は引きにくいんだけれども、えー、まあ,、えー、あアメリカらしいなと<ー>、うん、これでその何か効果的なことがあるかと言われればそうではないけどおそらくね、まあ、あのバイデンさんの心情それからバイデンさんの周辺にいる、はいまあ、リベラルな人たちも,も含めてね、うん、やはりあの今はあの民主主義陣営対、はい、そうでない陣営との 対立構図を考えてるわけでしょですから、それに合わせた、まあ、政治の章になるんだろうとは思いますけどね。政治の章、ね。かといって、全部集めなきゃいけないから、オンラインでやるんでしょ、はい、これ。ええー、そのようですね。うん、ですから、まあ、あ、またやってんなっていう感じでしょうね。周りの国から、それはね、うん。なるほど。うん、だこれで、ね、あの、まあ、対中国ということを考えると、アセアン各国だって重要だし。そう,そういう意味では、こう、いろんな集まり、組み合わせを、こう、重ね合わせるみたいなことになってる。ですかそう,そうですよね。 まあそれはあのノータンがありますからね,んみんなねだけど中国からすれば、ね、おそらく痛くもかゆくもないと思うんだよね。痛くくもかゆくもない、うん、だって自分たちの,あれのアメリカなんて大した種類じゃねえだろうとう問題いっぱいあるじゃないかと<ー>俺たちはちゃんと国家運営やってるじゃないかと最終的には人々にとってどっちがいいかよく考えろと中国のやり方のがいいぞとしかも途上国いっぱい中国と同じことやってるじゃないかと。 ね、うん、アメリカだけが民主主義なんてやろそうなこと言うんじゃねえと、こう言うだろうと思いますよ。うん、<laughs> 本当かどうか知らないけどね。<laughs> 外れた国々をこう巻き込んで、俺たちは俺たちでやろうぜみたいなことになったりしませんかね。うん、いやまあだけどそれもなんでね、なんかプロレスの悪役だけが集まってっていう感じになるから、うん、それはどうですかね。まあでもあのルセンに似たようなことはあの実は。 上海協力機構とかねな、うん、なかなか変わった人たちがみんな集まる。うん、リーグがありますよ。えー、まあ、えーえー、どっちもどっちやなと。 うんまあ、日本はね当然民主主義の国ですし<ー>それに参加して<ー>それで粛々といやあのその一員でいればいいわけでうんあのこういうお祭りとは言いませんけれども、はい、プロパガンダにはちゃんと参加はするけれども、うん、まあそれとは別の、ねえー、日本の利益を。 守るために、まあ、民主主義をうまく使うということだと思いますけどね日本も独自の,その、まあ、国益であるとかっていうのもう、えー、当然あるしと。まあその関連で後ほどお話しすると思う人間外交も、ね、含めてねうそういう民主主義あ,の、まあ一昔前は民主主義のことでいろいろ日本が。 普遍的価値を守ると言いながらも、うん、なかなかその民主主義を前面に出した外交っていうのはしてこなかったわけですから、はいまあ、あ,ある意味ではあの少し日本の外交にも幅ができていいんじゃないかなと思いますけどねただそんな簡単じゃないですよね。簡単じゃないその辺はテククニックとかいうかすべてがきれいに割り切れるわけじゃないですからね、うん、人権だって。 えー、民主イサミット今日のキーワードでしたさあ続いていよいよここだけニューススクープアップの時間でございますき、ねはいはい、ました。はいはい、それではこの時間<え>最後のニュースをおスクー,ープアップ<え>今日は日本文化にリスペクトそんな脱落しないでください, <laughs> いで, <laughs> では参りますはい、はい、人権外交 外務省は新疆ウイグル自治区や香港などでの国際的な人権問題に積極的に対応するため選任の担当官を新たに設ける方針を固めましたアメリカのバイデン大統領も来週9日から民主主義サミットを初開催するなど、まあ、人権問題に力を入れております、えー、この時間三宅さんと人権外交というテーマについて考えてまいります ということで、隔週で木曜日産経新聞のオピニオン欄に、はい、ワールドウォッチという、ねえー、コラムをお書きになっていらっしゃいます、その中でこの人権外交を考える演習を政策、はいえー、シミュレーションなんですけどね、はい、もうね、36回やってるんですよ、10年ぐらい前からね、このキャノングローバルの中で。えー、そ,それで今回は、まあ こちらにてただる神保健教授、慶大のね、大学の、彼が仕切ってやってたんですけども、いつも大体どういうふうにやるかというと、ある架空の国際情勢を考えて、そっち設定して、それでアメリカチーム、日本チーム、中国チーム、今回オーストラリア、それからアンか a でかな、実際にウイグルの問題をね、架空ですよ、あくまでも、やったんですよ。 でまあ、どういう政策がありうるかっていうの常にまあ研究する意味,では意味があるんだけども、はい、まあそれが結果がどうだからといってそういうことが起きるということではないんですがたまたま今回やった結果はね、はい、あの簡単に言うと。 ウイグルを巡ってアメリカの態度が硬化してアメリカ国内法を作ってそして関係国を巻き込んでそれで制裁だというふうになってくるとそれに対して中国はどう強い反発をして巻き返しを図るとその中で日本はですね板挟みになっちゃうとそれで中国はもう完全に中国じゃないでしょ中国チームね。今でもチームですけども徹底的に日米の間にくさびを打とうとするそしてその時に日本の ビジネス経済界にガーンと圧力かけるわけですよ。そうするとねううううっていってねなかなかねその人権自由民主法の支配なんて言ってんだけどなかなかねうういやいやいややとこうなっちゃう傾向があってなかなか難しいなと先ほどその人権外交つってもいろいろ難しいと申し上げた理由はそこなんですよね。 俺あのもう一つの確固としたその基準があってそれに合わないのは全部アウトというわけじゃなくて、うん、やっぱり相手を見てね、うんはい、使い分けてるわけですよですから人権外交自体がその目的なんではなくて、うん、外交のために目的を達成するための人権外交というの一つの手段であり、うん、いい意味ではね。 要するに仕掛けですよ仕掛け、うん、ですからそこはね、うん、あのうまく使い分けないと何でもかんでも人権しったらそみんな問題抱えてるそれはないわけないわけですがアメリカだってもちろん問題があるわけですから、えー、そこのお使い分けが難しいので、まあ、日本はこれから本格的に人権外交をやっていくというのはいいんですけど、うん、これやっぱりいろいろ積み重ねをしてね、はい、自分たちなりのやり方を を作っていかなあと後で整合性を問われることにもなりかねませんからんよくあの、まあ、でも担当官をつけて、はい、そして補佐官もいるわけですからそう,です、ね、ようやくあの日本も人権外交については、はい、国際レベルのことをやるようになったのかなと、まあ、喜んでるんででるすけどねうん、まあ、こういうものをこう錦の御旗のようにこう立てていくっていうのは、うん、まあ効果的でもあるけれどもモろ刃の刃になる可能性もあるとい、まあ。すか。 時々ねだけどもどうそれはよく考えてみれば、はい、あの人権も含めてね、うん、自由民主法の支配人権人道、はい、この普遍的な価値というものを掲げた方が、えー、これが国際社会の主流でなきゃいけないしうそうであるべきでそうなんですよでその意味では日本はそこはあの国際社会の一丁目一番地に常にいなきゃいけないんで、はい、その意味ではこれはもうあの 避けてで、こうさまざまな国を巻き込みながら、うん、日本としての国益をこう追求していくでで中国とも付き合っていくという中においてはこのやっぱ人権っていう一つのツールとしてはそれは中国にとっては本当に反論のしようがないからね、はいうん、その部分はうんで。今までは黙ってたんですよ日本はどっちかというと。う でもそういう時代じゃないだろうっていうふうにやっぱり日本の国内の判断も変わってきたことは事実で、うん、そのことを中国はよく理解しなきゃいけないですよね、うん、やっぱ香港だ、はい、ウイグルだ、えー、チベットだとなればね、うん、それは黙,ら黙っているわけにはいかないですよ。うん、その部分どれだけその国際社会が厳しくなるか日本が日本ですらこういうことを言わざるを得なくなってきたことのね、はい、重大さというものをやっぱ中国は理解してもらわないといけないと思いますね。ああ ある意味日本をそこまで追い込んできたんだぞ。まあ追い込んできたというか、日本があのその意味ではそれだけ。 危機感を持っている懸念を持っているということだと思いますね。でまあ、あの結構、そうやってこう各国の目みたいなものっていうのはどうですか中国ということは僕はすごく気にしていると思いますね。<ー>うん、もちろん外には見せないですよさには見せないけれどもうん、うん、やっぱり彼ら,の、はい、彼ら自身のメンツの発想というかメンツの基準があって。はい でそれを潰されたときのことを考えると、ええ、ある程度、そのメンツさえ守られるんだったら、実質的な部分である程度妥協しても構わないっていう、う私の印象はそういう印象なので、<ー>そこをうまくつけばね、中国の、あのー、人権政策、はい、もしくはそういったものも、実質的にどっかで変わる可能性はゼロじゃない,ないと思ってるんですね、ですから、その意味であの、中国と付き合っていく中で、一つカードが一つ増えたという意味では、<ー>結構なことじゃないかなと思ってます。 うん確かにこのコラムでも最後、指摘されてますけれどもあのプロテニス選手の話だってなんか昔だったらそのまま葬られたんじゃないかな、うんね、みたいなやっぱり今の,あ,のあんなところで SNS でねば、はい、ーンとやるとは思わなかったでしょうねうんですか相当あ,のあたふたしてますよね、えー、中国側の,あの情報戦という意味では、うん まあ彼らは攻めるときは強いんだけど、守りは下手ですよね。なるほど。今回なんか大失敗続けてますよね。そういう意味ではあのそんな守るそういうことじゃなくて政策変えたらいいんですよ。それだけなんですよ。すべてオープンにして見せてくれれば、それをあればね一番効果的な情報戦なんだけど、それやらないからああいうふうにまあ不手際が目指すということではないかなと思いますね。 えー、今日のスクープアップは人権外交についてでありましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。 飯田浩の、OK! 浩イアップ東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーの「夕刊フジで毎週火曜日に連載中の「飯田浩二のそこまで言うか」こちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください